とうございます。おはようございます。朝早くからご苦労様です、小原君。いや、今日の日中最高気温32度ほど予定しております。はい、現在朝9時前私もう汗かいております。もう十分暑いです。はい、暑いです。倒れる前に終わらせましょう。はい、ということで、はい、前回購入したナス、ナス、ピーマン、ピーマン、バゼル、バゼル、なんでバジルだっけ、発音いいのかな。バゼル、花、花、あーそう、花、なんか植えたら、なんつったっけ、虫とか虫よけみたいな。そう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 。今日植えます。植えましょうか。はいはい、早速やりましょう。早速やりましょう。暑いから。暑いからね。で、うん、ちょっと大きくなったかな。そうだ ね。はい、これがナス。ナス、どこに植えます。で、ナスはこっちにしようかな。草むしりしてたけどね、ほんとしんどくてね。これから夏はもう抜いても抜いても生えてくるっていう、あの無限ループ。もう無限ループ、いたちごっこです。そうなんですよ。もう、まあ、いつも通り手でいっちゃうスタイルで。いやいや、もうやりやすいようにやってもらっていいですよ。それしたらあと水場やっておきましょうかね。あとでちょっとやりますよ。よし、これがピーマンだね。じゃあピーマンをナスの横にやる。横に、ここね。なんか狭いね、範囲が、間隔が。こいつが幅利かせてるからさ。こいつ、そうそう、多分こいつね、ウコンなんだよね。ウコンなんだ。見せようか。ウコンって皆さんご存知でしょうか。飲む前に飲むやつ。そう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 、okay、認識的には。そうそうそう、これなんかさ。おお、え、何こいつ、もともと住んでるのここに、それともなんか住ませたの、シェフが。いや、なってんだよ勝手に。勝手に。へえ、こいつでかいぞ。あ、切れた。あ、でも、あ、一番これウコンっぽいわ。こんなんがなるんですわ。ウコンの収穫の日だったっけか。ほんとボロボロさせれば。よし、植えよう。メインのピーマンを。ピーマンか。こいつはちょっと水はあまりやらずにいこう。アホか。大丈夫大丈夫。これでピーマンが。オッケー。さて。そうそうそう。次だよ。バゼル。で、これはトマトの近く置いておったら、うん、いいって言われてたから。なんで？なんだったっけ。風味が増すんだったっけ。オーケー。そんなもんだったよね。そんなもんだったと僕も把握してるよ。ここに2つピッて入れちゃう。うん、もういいんじゃない、くっつけてても。よし、よし、ここにバッザー。バッザー、いいね。なんかかわいいね。次だ、次だ、次、あれだ、花だ。もう4つ並べて植えよう、うん、スコップで耕すの。うん、うん、よいしょ。よし、 OK、 OK、 では植えましょう。植えましょう。1個、2個、3個、4個。なんて花でしたっけ。マリーゴールド。マリーゴールド、なんかこじんまりとしてなんか可愛らしいじゃん。うん、このお花さんたちが虫を寄せ付けない効果があると。あると。よし、よし、 OK、 いいね。あ、アンバーグローっていうやつと、うん、ミスターマジェスティックダブルってやつなんだね。マリーゴールドっていうジャンルの中のこれってやつでしょうね。あー、多分そうだろう ね。畑らしくなってきたんじゃない。ほんと、いや、なってきたと思いますよ。トマトが一番成長率高いね、今のところ。一番スパルタなんだけどね。うん、で、あと水をかけとこうか。はい、ね、よし、よし、終わった。暑いからもう帰ろう。帰ろう、とりあえず。ちょっととりあえずシャワーを浴びましょう。あ、ですね。では皆さん、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうも、ご視聴ありがとうございました。右上がメインの釣りチャンネル、左上がサブのゲームチャンネル、下が次のおすすめ動画になっております。次回もよろしくお願いします。チャオ。